ポストベー時代、サッカー界でまた65歳死去、プルトニウムである。安倍の刑務所が事故、ベーバビロンのパシリによる脅しである。投稿者ポストベー時代日時2013年4月28日10時間43分11秒、サッカー界でまた65歳死去、プルトニウムである。安倍の刑務所が事故、ベーバビロンのパシリによる脅しである。芸能人の訃報や、体調不良のドミノは珍しくなくなったな。ここに来て、一般人以上に丈夫で、健康管理に気を使っているスポーツ選手の、訃報と体調不良が目立ってきたな。免疫力を奪う放射能の前には無力なのである。EU、中国、ロシアが汚染地帯に認定したように、東日本は、ウクライナのようになっていくのであり、米英バビロン傘下の偽キムチマスコミやバカ官僚や、その意を受けて被爆安全論を振りかざす偽キムチブロガーの、真面目なブロガーだたちに、翻弄されて歯止めである。年中な、自分の論を通したいのであれば、ブロガーいじめの前に、EU や中ロに、汚染地帯認定を撤回しろと抗議すべきであり、それをしないのは、事実だからできないのである。本当に残念だな、被爆に関しては、結果として米英バビロンに足並みを揃える形になっている小清水も、東海山に論戦を挑んだり、私も中国びいきの嫌いがあるな。別件では中国を評価しているのに、この件では中国の姿勢を評価も批判もせずに、だんまりを決め込んでおり、不自然である。米英バビの悪道を緻密に暴いたように、この件でも、安全論を支持するならば、もう少し説明が必要である。おそらくは中国も、核のゴミ処理場を東日本に作ることに同意しており、その路線に沿って、触れぬようにしているのだと思うが、それはそれで良いから、その上で非難の必要性は解くべきである。安倍の刑務所の玉突き事故は、野田ブーの選挙区で、しつこく震度4が起きたのと同じで、米英バビロンの、脅しの可能性大である。というか、不自然な事件、事故は、ルーズベルトの言うように、あれもこれもそれも、すべてクソジジイの指示である。いよいよ露骨なネット潰しを始めたようだな。世界中の若者が、バビロン3に気づいてしまったから、もう手遅れである。国家権力であれ企業権力であれ、権力を永続させたければ、抑制的であるべきで、殿下の宝刀は抜くべきではないが、これだけむやみに振り回しては、ボロを出すだけであり、ブイブイ言わせているつもりのようだな、着実に墓穴を掘っているのである。新自由主義という言葉を、年中が持ち出して10年以上になるな、リバイアさんそのもので、古臭いことをよく持ち出すものである。どこでどうなって、どうなるとは私も言えないが、過去の歴史が教えるように、年中は、我々が反撃をしようがしまいが、勝手に自爆していくのである。アホである。ポスト米英時代、鹿児島と千葉でイルカとクジラだしょ、米英バビロンの源泉ソナーである、海底核爆発警戒のスクランブルで波頭を叩くべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年4月28日20時間18分33秒、鹿児島と千葉でイルカとクジラだしょ、米英バビロンの源泉ソナーである、海底核爆発警戒のスクランブルで波頭を叩くべきである。猫で言えばヒゲ、人間で言えば耳のそばで、ニセキムチ右翼が大音量で軍歌を流した上に、目を塞がれたような状態となり、それで座礁するのである。日本の政界権は米軍が握っており、良識派もいるようだが、米英バビロンがまだまだ実権を握っているようで、犯人は連中以外に考えられないのである。地球号がホリシーシェパードが見張り、源泉が団子目と起爆を担当しているのだと思うが、人工大津波はもう無理である。自然の大津波は人間がいかようにもできないが、最も誰でも事前に避難できるタイミングで予測できる代物である。一方人工大津波はただの爆発だから、それも妨害されなければ事前に簡単に察知できるな。それは脇に置き、起きてしまったとしてもドリフのベニヤ板でできた大ドームと同じで、ペラペラの水しぶきが瞬間的に局地的に吹き上がるだけであり、波頭を叩けば簡単にただの噴水になってしまうのであり、スクランブルでミサイルだかバンカーバスターだかを打ち込めばいいだけである。ポスト米英時代、今日は昭和天皇誕生日である。アスカの戦闘と避難発言予告の是非が確定。米英バビロンは全米で 5.5 テロ詐欺を探ってるようである。投稿者ポスト米英時代日時2013年4月29日10時間57分38秒。今日は昭和天皇誕生日である。アスカの戦闘と避難発言予告の是非が確定。米英バビロンは全米で 5.5 テロ詐欺を探ってるようである。弁が嘘つきと言われてもいいから、富士の正方形地震はプラズマ兵器で、米英バビロンは人工噴火を狙っていると騒ぎ、計画を阻止した時と同じで外れたらデマと単純に評価するつもりはないが、すでに皇太子は外遊し皇室転換の慣例もあり、天皇が2つに言及する可能性は残念ながらほとんどなくなったと見ていいだろう。しかし、だからといって米英バビロンが起こした311による被爆が収まったわけではなく、相変わらず著名人と芸人の訃報と渋滞ドミノは続いており、アスカの予告に関係なく、戦闘と避難勧告は必要である。また、東海山が大地震警戒警報を相変わらず取り下げておらず、イルカやクジラが上がった鹿児島、千葉と、統計的手法で危険視されているシナ大地震を警戒すべきで、もちろんクソジジイのプラズマ兵器と海底核爆発狙いであり、日中ロ三国は、スクランブル発進と威嚇の準備を連携して行うべきである。プラズマ兵器は、携帯の誤作動や動物の異変や月の色で、素人でも前兆を察知できるようで、プロなら事前に察知して雲を張り巡らしたり、人工降雨を行えば阻止できるはずである。海底核爆発も、日本人は自衛隊も偽キムチマスコミも知っていても何もできない感じだな。人工衛星から丸見えで、掘削の段階からバレバレだろうし、阻止できなくても人工津波は一時的な噴水だから、波頭にミサイルを打ち込むだけで雲散霧消するはずで、スクランブルで十分間に合うはずである。したがってもうクソジジイ派、大地震詐欺も大津波詐欺も事実上起こせないのである。
あとは昔ながらの狼が出たぞ方式の狂言ってのだけで、これもボストン詐欺があまりにも稚拙で、今度起きたらイスラム過激派のせいにしても誰も信用せず、クソジジイの仕業だと思われるはずである。ポスト米英時代、ロシアが米英バビロンによる濡れ衣詐欺を逆手に、ボストン事件に捜査協力、アラブとロシアの仕業に見せかけた自作自演である。投稿者ポスト米英時代日時2013年4月29日15時間37分37秒、ロシアが米英バビロンによる濡れ衣詐欺を逆手に、ボストン事件に捜査協力、アラブとロシアの仕業に見せかけた自作自演である。ワンピを見た良い子の皆さんも、スケベなおじさんも、少しは暇つぶしになった段階暇人親父も、米英バビロンの手の込んだ出自詐欺や民族詐欺や、信仰詐欺や被害者なりすましの術や、加害者紛れ込みの術が分かったはずで、今回はややっこしいパシリを使って、やっぱり恐ろしやとか、イスラム過激派とか、バカを短絡的に騙すために、チェチェン人でイスラム教徒の俳優を使って起こしたわけだが、米英バビロン株式会社の下請け社員が起こしただけの話である。ボストンはミッドやハーバードと、名門というよりバビロン詐欺のエリートを養成する大学がひしめき合っており、オウムの第7サティアンが富士演習場と笹川財団の近所にあったのと同じで、911の時もあたたかはボストンからスタートしたのであり、バカでなければ教唆犯が誰だかわかるはずである。中国がアップルなど米英バビロン系の会社に、傲慢すぎると追い出しにかかっているようだが、ビル系のモンサントも、世界中から追い出してもらいたいものである。連中はひょっとこに水道民営化を誓わせて、国民皆保険とともにインフラサービスを破壊し、温暖化詐欺の時に空気を売りつけたように、水をバカ高く売りつけたり毒を混入したりしようとしているわけで、今度は説明もなく寒冷化詐欺だそうで、尻滅裂である。ヒトラー詐欺やスターリン詐欺の頃は、恐怖や脅威による思考停止による脅威を喪失できたが、今や人類は怒りと恐怖と呆れを通り越して、クソジジイに哀れみさえ感じて、もう略奪ごっこや殺戮ごっこや俺様ごっこは気が済んだかという、バカ息子の親のような精神病患者のシジイのような、介護ヘルパーのような心境で、ただひたすら肩こりとため息と時々爆笑があるだけである。知能指数が高いものが少なくないようだが、幼稚園児でもわかる常識が身についていない大人子供というか、利口バカの典型であり、総合評価はただのアホ集団である。ポスト米英時代、安倍の飼い主の米英バビロンが、山口参院補選でも武蔵選挙、イーブリックスに監視を要請し、本選での不正選挙を防ぐべきである。投稿者ポスト米英時代日時2013年4月29日18時間2分44秒、安倍の飼い主の米英バビロンが、山口参院補選でも武蔵選挙、イーブリックスに監視を要請し、本選での不正選挙を防ぐべきである。武蔵は、安倍の二席無知記者だった父親が大株主だった会社で、実態は911の主犯とみられるゴールドマンサックスのダミー会社で、つまりは米英バビロンが戦後の選挙を仕切ってきたわけで、昔からここ一番の選挙では不正が行われてきたということである。昨年の衆院選も、小沢新党が比較第一党だったのを、自公、維新、みんな、民主の二席無知議員に付け替えて、小沢新党と民主の日本人議員を第三敗させたわけであり、それが史上空前の対抗列発生と戦後最低の投票率発表の意味で、小沢票については付け替えだけでなく、1000万票程度廃棄されたようである。だから自公議員の比例票が前回より少ないのに、選挙区議席が倍増するという珍現象が起きたのであり、選挙カーも走らせないし、ポスターも貼らないし、草加おばちゃんのしつこい投票依頼もないし、駅頭では無視か罵声を浴びた自公候補が圧勝し、評判の悪かった維新とみんなも大躍進したのである。今回も補選だから対抗列はなかったが、連休中にもかかわらず出足は好調で、それにもかかわらず低投票率と発表されたのは、同じ方法で不正を行ったからである。連中はもうバレてもいいところまで世界支配を完成させたと、余裕をかましているか、海賊の世襲な劣化を加速させているか、世界中で追い詰められて工作がずさんになってきているかのいずれかだが、おそらく後者である。ブッシュや二席無知小泉以来、連中が使う役者やパシリがすねに傷持つバカばかりだが、犬は飼い主に似るというが、クソジジイ自体が知能指数が高いか低いかは別として、完全犯罪的なスキルがなく、暴力と買収でご利用しするケースが目立ってきて、世界中からバッシングを浴びて、やっつけ仕事をしてはバレるという悪循環を、繰り返し始めたのである。ボストン詐欺がいい例で、わざとバレるテロ詐欺を起こしたという見立てが出るほど稚拙で、世界中が白け鳥という感じになってきたのである。これは、恐怖政治とショックドクトリンと、分断支配の組み合わせで人類を2000年も騙してきた連中にとっては、激しく反発されるより不気味で、GW テロ詐欺と 5.5 全米核爆発詐欺も、予定通り起こしていいものか、迷いを生じさせているようで、延期したところで世界中が、米英バビロンが何かしでかすのではないかとの悪評が定着し、911跡地に完成したワンワールドトレードセンターは、バベルの塔であり、老人ホームであり母園であり、松沢病院であり、バカ丸出しなのである。連中は、汚れた出自に偽りの信仰心に、民族詐称と詐欺のフルコースのバイキングビュッフェという感じで、世界中から狼少年と思われ始めており、水道民営化だ預金横取りだと、着々と富の搾取と独占の手を打っていても、有無を言わせぬ権威が失墜した状態では、砂上の楼閣で、穴の開いた金庫に略奪した札束をぎゅうぎゅう詰め込んでいるようなもので、悪戦身につかずそのものの展開で、仏様の手のひらで踊る孫悟空そのもので、バカの方船で脱出するつもりでいても、その船は遊覧船で、同じところをぐるぐるかいっているだけで、目玉ピラミッドの一番高いところで一番と数えていた森が、松沢病院の最上階で遊んでいただけだというオチである。
無尽蔵の電気と空気に続き、禁酒法ならぬ禁水法を彷彿とさせる水道民営化を画策するとは、馬鹿の極みであり、のれんに腕押しもいいところで、のれんをノックアウトして世界チャンプになるぜと、二席ムチカメラみたいに遠吠えし、明らかに判定負けなのに、べそ顔でどんなもんじゃーいと両手を上げる様は、若者言葉で言うと超痛いのである。連中の暴走を許していると、新宿歌舞伎町は闇水だらけになり、兄ちゃんいい水があるけど一本1万円でどうよとか、賄賂が札束ではなくなり、貧乏人は酒を飲めという感じで、庶民は朝から晩まで宴会状態でおめでたくなり、連中は金の杯でおしゃれに水を飲むが面白くなく、悪魔教の儀式も水杯のイニシエーションになってしまい、やたらヘルシーになってしまい、金や地位や女に全く興味がなくなり、装飾バビロンになってしまうわけである。そして水の買い占め売り惜しみも馬鹿らしくなってしまい、アル中だらけの我々の仲間に入りたくなるのが見えており、とてつもないアホである。連中の発想は、おやつの独り占めと同じで、ガキであり、そんなに水が好きならプールみたいな棺桶で、好きなだけ水を飲んで溺れて昇天すればいいのである。アホである。